名城紀行、山口藩の藩長の門、萩からですね、幕末の3年前に、当主毛利高志加工がこちらへ藩を移すということで、まあ、幕府は反対だったでしょうね。まあ、今でこそ山口県の県庁所在地ですけど、もともと山口というところはですね、大内氏が治めていた、まあ、重要な場所でですね、でそもそも萩へ行く前にですね、その政庁をここに山口に置きたいという話もあったんですけど、それは反対されてるんですよね。まあ、それで、萩に作ったんですけど、まあ、結局最後はここへ藩を持ってきたいと、まあ、そのための表門なんですけどね、まあ、とはいってももう幕末3年前でもうほとんどですね、まあ、萩の城下が何百年も続きましたから、城下町ごと持ってくるっていうのはもう不可能で、一応藩の主要な方たちはですね、こちらに来たということで、まあすごい人物の名前がいっぱいここに出てるんですけど、ちょっと説明の方見てみましょうかね。でここは後ろはもう県庁なんで、ちょっと映してもしょうがないんで、ですね、ちょっと光の加減で、1864年ですよね、もう本当に幕末、もう慌ただしくですね、移ってきたわけですけど、まあ藩政の中心を置くってことはできたかもしれませんけど、先ほど言った通り城下町はもう無理なんで、その藩政改革のためにですね、当主の毛利高知加工が、まあ、こちらに移ったと。この門はですね、高杉晋作、桂小五郎、伊藤博文、もう幕末の英雄たちがですね、この門をくぐったと、もうここは何度か来てますけど、そういう思いでくぐるといいかなと。で門の構造は切り妻ですよね。で瓦葺きになってて、いわゆる薬井門っていうタイプのものです。でこの奥は県庁なんで、県職員の方が門をくぐってですね、登庁するという場所にもなってますけど、まあ、いかにも縄文って感じですよね。先日から中国地方回ってるんですけど、いわゆるそのお寺の門とはまたちょっと違う感じでですね、やっぱり正庁の表の顔ということで、まあ、お城、まあ、かっこ山口城って言ってもいいのかもしれませんけど、一応城郭としてのご紹介になります。そしてここは廃藩置県まで残っていてですね、これ幻想の門だと思うんですよね。県庁の正門にも使われてたんで、まあ、多少修復はしてるとは思いますけども、今は県庁ですね、新県庁の西口の門ということで、今も閉鎖されずにですね、横をくぐり抜けられるようになってます。はい、でちょっと行ってみましょうか。桂小五郎ですよ。高杉晋作。まあ、幕末ファンの方はね、まあ、ここへ来てる、山口来てると思いますけども、非常に雰囲気のある本でですね、まあ、こんな感じですよね。周りは堀でですね、まあ、大内氏の居館っていうのは、まあ、城郭としてもちろんあるんですけど、ちょっと離れたところにあってですね、まあ、こう、まあ、都な感じの街並みとですね、さすがに西の京都、まあ、小京都というよりも京都ですよね。ここまで文化人なんかも京都からもかなり来てましたし、まあ、大内氏の時代ですけどね、まあ、幕末、まあ、萩の方がどうしても中心だったんで、まあ、長州藩ですよね、長門の国ですから、この山口自体はですね、藩は置かれずに、まあ、毛氏の領国だったんですけど、ここは門の一つのところですね。堀とかいいですよね。まあ、奥には県庁 の近代的な門とか洋館とかですね、ありますので、はい、もったいぶらないで早くくぐれという感じですけど、今ちょっとね、職員の方と思われる方が登庁してましたけど、いいですよね。仕事でここを毎日通れるっていうのは山口藩ってあんまり聞かないですよね。いいですね。真ん中のね、もうね、この辺に門番が立ってて挨拶したんでしょうかね。すごい人たちがくぐってるっていう門ですよ。まあ、これは脇門って横ですけどね、この正面の門ですね。で、まあ
大内市のですね、史跡なんかはすごく雰囲気あるところもありますので、そこはまた別に写してますので、合わせてご覧ください。裏はこんな感じですね。ちょっと門を中心に、あの周りの堀とか雰囲気あるんですけど、ちょっとやっぱり街並みが大きくなっててですね、もうすでにお城というイメージはちょっと少ないんで、ちょっと撮影しませんけど、はい、山口の半長門でした。